仕方ねえ。やるか。え？やるって何よ？盗むってことだよ。盗むって？大島のおやっさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ。ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたら、それこそ懲罰棒どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな。この俺がそんなヘマやらかさに言って。おやっさん、あんたまさか。窃盗数1万5000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる。刑事課に配属された頃、盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ、盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰ると神さんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事。本当、人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから、自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。